での DJ はどうでしたか？いや、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。今日は楽しかった。よかったね。なんか告知的なこととかあったりしますか？告知っていうか、ちょっと僕逆にお客さんに聞きたいんですけど、今日、ボカロのクラブイベントとか初めて来たって人、結構いるんですね。ボカロのクラブイベントにこう、ボカニコ以外にもいろいろやってたりするんで、もし今日ボカニコに初めて来て、あ、クラブっていいなとか DJ とかって面白いなって感じてもらえたら、他のねイベントの方にも足を運んでもらえたら嬉しいです。なんでボカロのねクラブ界隈、こっちを盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。スケッチピーソンでした。ありがとうございました。楽しかったです。はい、ということで盛り上がってるんですけれども、実は入り口周辺がちょっと密集してしまってて出れない方とかもいらっしゃるそうなので、申し訳ないんですけれども、ステージ上の方にもうちょっと移動していただけると。すいません、スタッフの方が多分誘導してくれるので、みんなもどうぞこの辺に立ってみんなで盛り上がりましょう。よろしくお願いします。はい、ということでですね、一つ告知をしたいんですけれども、ご存知の方もいるかと思われますが、今年の4月27、28日に幕張メッセで開催されるニコニコ超会議2にボカニコ専用ブース超ボカニコ村が出現します。はい、ということで、なんと本日超会議2超ボカニコ村の出演者を一部発表しちゃいます。はい、まずはこの方、ドン！笹くれゆうけ。はい、次にこの方、ドン！八王子ピー。最後にこの方、ドン！キコ。はい、全国のボカロ好きの皆さん、ぜひここに集まって思う存分はしゃいじゃってください。よろしくお願いします。はい、以上超ボカニコ村からのお知らせでした。では本編に戻りまして、次の DJ をご紹介したいと思います。第1回ボカニコナイトでは荒ぶるプレイを披露DJ 的なサムシング AK ゆうゆんぺということで、まず名前が長いって思った方いるかと思うんですけれども、テキサムさんでいいですか？ OK で、じゃあテキサムさんと呼ばせていただきます。実は僕以前に一度共演したことがあって。そうなんですよね。覚えてます？覚えてますよ。僕がそう、なんか何でしたっけ？何もしてないんですけど。そうですね。その時は坂本美優さんのボカロが発売するっていうイベントに一緒に出てたんですけど、はいはい、その後マチゲリータさんとかと一緒に焼肉食べたんですよ。そうですね。その時、はい、完全になんか野獣でした。肉めっちゃ食べるんですよ。それだって僕だって男の子ですもん。それは、ね、そうでした。お肉好きでしょ？お肉好きでしょ？音楽は好きでしょ？しかないならニコバレえ、いけます？もう、もしかして。あ、いけますか？じゃあ、ゆうゆっぺさん、よろしくお願いします。DJ 的なサムシング、アスノンアズユユユッペのテンションが荒ぶっております。ご注意ください。DJ 的なサムシング、アスノンアズユユユッペの
テンションが荒ぶっており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 荒ぶ